異教徒に対し厳罰を下すことに疑問を感じていたことがある。ひたすらに恐怖を振りまき人心を疲弊させていると。人にとって何が救い足りえるかは分かりません。おそらくこれこそ神の御手の中なのでしょう。神、ただ神のみのために我々は行うのです。神に問うてはなりません。人として心と肉に血を流そうとも、ただひたむきに神のためにやり続ける、それが信仰というものです。小僧、剣士目指してるのか。ならエルフ次元流七段の俺が剣を教えてやる。なんだそりゃ。腰を入れて初立ちに全てをかけて気合とともに繰り出す。これぞ無名サックス剣。なあ、この化け物たちは何なんだ。たたられるようなことした覚え。あ、別にこいつらお前や俺に恨みがあるわけじゃねえ。死んでバカになっちまってるから見境がなくなってるだけさ。さて、追っ始めるか。容器につられて足を止めてみれば息災のようだな、もがく者よ。え、知り合いなの？人間の友達の少ないやつだと思ってたけど、よりによってお化けとは。エルフか、面白いものを連れているな。2年前といい、全くもって縁にし深きことよ。久しぶりだな、おっさん。あんたこんなところで何やってんだ。以前申した通り、我は人外の者どもにあだなす者。我の向かう先にある者もおのずと知れよ。使徒、使徒がいるのか、この近くに。あるいはその元凶。そして我の向かう地、それはおそらくお前の求めし地でもある。ちょっと待て。そらどういうことだ。まさか断罪の塔に奴らが、ゴッドハンドがいるとでも言うのかよ。あの者たちはこの世界のどこにでも存在する。人間の負の思念が大きく渦巻く力場ならばどこにでも。だが同時に思念体としての巨大さゆえ、この宇宙世に肉を持ちて存在することはできぬ。どこにも居ぬとも言える。またわけのわかんねえこと。てめえの小難しい問答に付き合ってる暇はねえんだよ。だが時に例外がある。力場が臨界を超え、本来神の領域にあるはずのものが千年に一度受肉するのだ。お前も見たのではないか、輝く鷹の夢を。おそらく世界中の人間が同じそれを目の当たりにしたはず。それは啓示だ。この宇宙世に鷹を意味する何者かが出現するということの。
ガッツ、お話はそこまで。いつものが来てるよ。神の力が宇津世に降りる。そして神の領域の事象がなぞられる。一つ尋ねる。お前と共にいたあの娘は今どこにある？もしやお前の求めし聖地にいるのではなかろうな。何？どうしてあんたがそれを知ってんだよ。神の力が宇津世に降り、その念の力場を祭りという。そして祭りとは本来神事、神の領域の事象をなぞるものなのだ。自分らが聖地に導かれし羊たちの群れ、彼らが求めしは光の高なるもの。そしてお前とあの娘はそのただ中に身を投じることになる。まるでかの時をなぞるがごとく、食が申されようとしている。あれがまた起こるってのか。あれがもう一度。残念だが、この祭りの筋書きを変える法は人の手にはない。宇津世とは水面に移りし月影のごときもの。月影を消すことはかなわぬ。月がすでに天にある以上、月影もまた水面にあり続ける。そしてあれはすでにあったことなのだ。これより起こるは影、死せる太陽に照らされし彼の地より、遠く地上に差し去る影にする。それにあんた忘れてるぜ。俺は極めて往生際が悪いんだ。あんたがつけたあだ名だろうが、もがく者ってのはよ。その因果ってのはどうにもうさんくさいんだよ。以前俺に偉そうに予言した化け物がいたよ。逃れられぬ死が訪れるってな。生き残ってるぜ。あの時は確かにあんたの力を借りた。だが今度は俺が自力であいつを救い出す。そして
に刻まれし楽園、それが思わぬ助けとなるやもしれぬ。お前は今狭間の世界にある。狭間とは宇津世と隔離世の境界線、ほんの半歩ほどだが、お前は世界の断りの外に身を置いているのだ。存外お前は水面に映りし影ではなく、水面を波立てる境やもしれぬ。一つだけ忠告しておく。戦うか救うか、思い人は一人にすることだ。庭を得られるほど安くはないぞ。盲目の羊たちの集いし聖地にてまた。ドクロのおじちゃんか。あのね。ああ、やっぱいいや。気のせいかな、あのおじちゃんなんかエルフの気配がしたような。キャスカを救う、それが最優先だ。そのために今俺はここにいる。だがもしもあいつを目の前にしたら、その時俺は